はい、直先生、今日も、柔術の練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、直先生、再来週の雷神の、はい、勝敗予想をしてほしいんですけど、佐々木うるかと、はい、石渡慎太郎どっちが勝つと思いますか？まあ、できれば KO、 どっちが KO とかどっちが判定で勝つとか、その辺までもちょっと教えてください。そうですね、希望としては僕は佐々木うるかが、はい、まあ、得意のバックチョークで決めてもらったら嬉しいかなっていう気持ちですね。なお先生、佐々木うるかって地元一緒でしたっけ？地元は違うんです。あ、違いましたっけ？はい、まあ、あの隣の県で。あ、そうです、近いですよね。そうです、そうですよね。はい、それもあってやっぱ応援しますか？そうですね、まあ、佐々木天狗の頃から知ってますよ。あ、なるほど、はい、そうですよね、はい、はい、じゃあもう一つ、元谷と、はい、元谷と、誰でしたっけ、元谷と、あ、大木久保、二人ともすごい強いですよね、はい、どうですか？そうですね、元ディープのチャンピオンとシュートのチャンピオンですよ。すごいレベル高いですよね。僕はもう、まあ、昔から見てた元谷が、あ、そうですか、かなという予想です。わかりました。また強いかなっていう、はい、相当マニアックですけど二人とも本当強いですよね。はい、あとじゃあもう一つですよね、朝倉未来と八千祐介、これどうですかね？どういう展開になるかだとは思うんですけど、はい、殴り合いになったら朝倉の方が僕は勝つかなと思ってますし、うん、逆に付き合わなくて寝技に行ったりとかだと、はい、八千にもチャンスが来るのかなと思いますが、うんうんうん、今後の展開を考えて、うん、朝倉が勝つと面白くなるかなと。なるほど、わかりました。なぜもう一つだけじゃあちょっと教えてください。焼き鳥で一番好きなのは何ですかね？焼き鳥ですか？はい、レバーとか、例えばレバーとか、あの軟骨とか、そういう。ぼんじりが好きです、ね、あ、マニアですね。マニアですね。あの、お尻の部分ですよね。油がたっぷりの。ぼんじりですか？ぼんじりが好きです。ちなみに、塩とタレって焼き鳥どっちが好きですか？僕は塩派です。あ、塩ですか？はい。わかりました。ありがとうございます。雷神を楽しみにしましょう。